仕掛けます、カーター。おお、ここバスケットカウントになりました。ここはよくカーター個人で打開をしてきました。スコットとのこのマッチアップ、スコットのファルに対してカウントワンストーリー、バックチェンバース、このパスからまたバスケットカウントを取りました。アウバです。ドリブルドライブができないときはこういった形でやっぱりカッティングが効果的なんですよね。ロバート・カーター潜り込むプレーが増えておきました。カーターです。アメリカ出身、アクションパスが出た。ここはうまくカットインしてきました。カーター、ここ前後でダブルシミッター、おー、よく決めました。ベッドンです。ここはベッドン踏ん張ってバスケットカウント。いかがですか、こここれもやはりゴールに向かってちょっとスローから一度ベッドン入れて、あと2秒です。この残り2秒で決めてきました。ベッドン、これもちょっとフィンガーロールが強かったですね。プレータイムを得ていましたが、ここは逆に一歩アレン、まあ、ブロックに飛んできました。ビクトンです。ロバート・カーター早めにボールを得た。ビクトンへ。さあ、ラストプレーでほぼなってまいります。ロバート・カーター、もうブロックかわしたが決めてきました。